でもって次はおこれは俯瞰そうですね、カメラが上から見てる感じ、え、あ、普通向いてる感じ、あ、普通に下を向いてる感じ、あ、
この角度を描くときはいつも目を閉じた状態で描きますか？で、うん、表情をつけた方が閉じ目がどういう形になるかってこのままじゃ分かんないじゃないですか。うーん、それを伝えるために。なるほど。じゃあ俯瞰だから別にそういうわけじゃないんですね。そして次は折り